タイムチューン、ってのはまあプリンスの話をいろいろとしている中で、また話をエッセンスで、まあ共演歴もあるということもありますが、シークの話に戻しますが、でも本当にね、シークのメンバープリンスと一緒に共演したっていうのはあの時もそうだったけど、本当にみんな自慢げにね、みんないろんな SNS で、プリンスと一緒にやった、プリンスと同じ舞台に今いるんだとか、そういうようなことをみんな嬉しそうに言っていたので、本当に亡くなった時も同じようにみんな嘆き悲しんでいましたけど、やっぱこのブラック系のアフリカンのね、特に人たちってプリンスってかなり特別なんですかね。で、嫌いな人いないでしょ、きっと。どうなんだろうね。だから一時期いわゆるそのクロスオーバーヒットで、魂白人に売っちゃったみたいな風にどうしても誰でも言われちゃう、ね、ことになるじゃない、同じ時期だと、まあ、マイケル・ジャクソンもそうだし、ライオネル・リッチもそうだし、でもそっからでもちゃんとずっと支持してる、支持されてはいたよね、プリンスはって、それは特別な存在、ミュージシャンズミュージシャンというか、そうそうね、そういうところは僕はね、やっぱり好きなんだろうな。そんなプリンスとシークでありますけれども、まあ世代的にというよりもむしろデビューがほぼ同時ですからね、プリンスとナイル・ロジャーズたちのシークというのは年が10ぐらい違いますけどね。そうか、そう、78年デビューかな、本当だ、ね、そうね、77年レコードデビュー、まあレコードデビューで言えば本当にほぼ同じ頃で、しかもワーナーとアトランティックって、まあ、同じ系列といえば同じ系列、ね、日本では明確にワーナーパイオニアっていう当時同じレコード会社からでデビューしていますが、まあ最初はねプリンスは売れていませんが、特に日本では、シークの人気がなくなり解散していくっていう頃にプリンスの人気はわーっと出てきたという入れ替わりですけれども、いわゆるレコードデビューで考えると本当にほぼ同期といえるようなところもあるので、多分そんな同胞意識みたいなものもあるでしょうし、あとはバナード・エドワーズがインタビューで88、9年あたりに、僕が読んだのはベースマガジンですけれども、日本の、それで語っていたのは、最近のレコードはみんな同じ音がしてつまらないと、本当同じようなリズムマシンで同じようなパターンで同じような歌を歌って歌わされてつまらないんだけど、もう一聴して分かるのはプリンスだけだよってバナード・エドワーズが言ってたのは僕も読みましたよ、それ。読んだ。ね、ありましたよね。ありました。それをすごく覚えてますね。その頃バナードが新たにやろうとしていたのは、そのインタビューで喋ってたディスタンスっていうグループだったんですけど、ディスタンス終わったとこだ。ディスタンスは見事に1枚でこけちゃったねっていうふうに自分で自虐的に語っていたインタビューでした、それはね。だったので、だから90年の先だ、91年ぐらいだ。ですけどね、でも90年のそのディスタンスのディスタンスというアルバムは、まあ、明確にロックをガッといったアルバムだったので、まあ、確かにこけちゃいましたね。不嫌いじゃないですよ。いいよね、ね、好きなんだけど、ブックオフで悲しいくらいに休んでたんで。いや、また言ってる。ブックオフの宣伝の人みたいになっちゃってね。そんな そう中古相場でね、中古市場をとりあえずこう語っていうことで、こういかにセールスがあったかというね。なんかニュース、いろんな世の中の流れを株価で全部考えようとしてる人みたいなね、感じだね。そんな高尚なもんじゃないか、出版にあるかどうかっていうことがあるかどうか、ヒットの基準で、ね、ヒットの基準でも好きですね、僕は。ああいうのね、ディスタンスはご存知でしたか。ちょっとなんか嬉しい。バナード・エドワーズもね、僕好きでね、イエーイ、ロックやりたかったんだよね、そうね、本当本当、バナードってね、あのベースライン、バーナード節、かっこいいですよね、本当に、というシークのバナード・エドワーズでありますけれども、それはですね、このこちら側の方です。もっと言うと、もっと言うと、こちら側の方です。光っちゃってば光っちゃってる、という感じありますけど、というところから、話を強引に、これは何かって話です。これはブックレットですね、CD ブックレットです、これがその版そのものであります、はい、お持ちの方どのくらいいらっしゃいますでしょうか、はい、これはいいですね、これは本当にいい編集版ですね、これは4枚組の、その名もナイル・ロジャーズ・プリゼンツ・ザ・シーク・オーガナイゼーション・ボックス・セット・ボリューム1・サボア・フェアという長いタイトルのものでありましてですね、何がすごいと言ってボリューム2は出てない、まだ出てないと言っていいのか、ボリューム2を出す予定は
向き延期になっているのかわからないんですが、まあ、でも次につなげようと思って作ったことは確かですよね。でその後に実際つながったからすごいことです、うん、2010年にこれは出ているボックスセットなんで来年で10年経ってしまいますが、うん、そんな経つか、ね、これはあのライノフランス、フランスのライノレコーズが原版という形で出ている4枚組のボックスセットです。割と多くのロングバージョンがあるものはロングバージョンで入っています。アルバムバージョンの方は長いというのがほとんどですけれども、大体のところそのアルバムバージョンで入っていたり、あとこの時に作られた、ディミトリフロンパリスという人物がリミックスを手掛けたものが、いくつか入っているという形のものでありまして、シークのみならず当時彼らがプロデュースを手掛けたシスタースレッジ、ダイアナロス、ノーマジーン、まあ、彼女はシークの初代の、シンガーですけれども、それからデビーハリーも入っていまして、それからもうとにかく未発表のものも結構入っておりまして、そこが、我々にとっては、大変嬉しいところで推薦ものでありましてですね、というものでありました。でこれは、初めてナイル・ロジャーズ本人がリマスターを手掛けたマスターテープが返ってきたんですね。まあ権利関係で多分レコード会社が持っていたということなんだと思いますが、そのマスターテープが、見つかったか何かでナイル・ロジャーズのところに連絡が来て、その権利、つまりマスターテープを、まあ、あの自分で聞いて、確認することができるという、そんな権利がナイル・ロジャーズのもとにこの2010年の夏に、戻ってきたというところからいろいろ聞き始めて、ちなみにその時の、彼の、まあ、ハウススタジオですけれども、自宅スタジオで あのエンジニアとして働いているのが、現在もシークのバンドでキーボードを弾いているリチャード・ヒルトンなんですが、リチャード・ヒルトンをエンジニアにして2人で、ずっと聞いていたそうです。マスターテープを聞いて、まあ、アルバムの出来上がったマスターテープだったり、それからセッションの模様などもいろいろと入っていたというところから、いろんなあの昔の風景がフラッシュバックしてくるんだというようなことを、このブックレットでナイル・ロジャーズが、回想しています。シーク結成前の話にまで遡って、書いている、まあ、それほど長くない文章なんですけれども、なんていうでしょう、いわゆる資料性が高いとかそういうものではないんですけれども、あの本人の回想としてあのファンの方であれば楽しく読めるものがありまして、というものだったんですが、まあいわゆるあのこういうボックスセットにある分厚い 1センチぐらいあるみたいな、そういうあの充実度というのでは残念ながらなかったんですよね。あの例えば何月何日にどこで撮ったとか、メンバーが誰とか、そういう1曲ごとのデータとか、そういうのものは入っていなかったんですけれども、そんなところをですね、少しでも保管できればと思いましてということもあり、そして何といってもあのこれフランスだけで出る予定で動いていたプロジェクトだったので、うん、その日本版を出せないかというふうに、あのこれはライノのフランスなので、ライノはあの日本ではワーナーミュージックジャパンがあの窓口になっているということなので、運よくそこにパイプが、ある、立場にいるものですから、その担当になってくださる方にですね、もうずっとつついてお願いしますお願いしますって、なんか協力するんで、もっと言っちゃうとあの解説書くんでっていう、そういう野望のもと、いろいろとやりましたところ、まあありがたいことにあの僕がそういうシークのフリークであり、それなりにまあしていて詳しくて、まあ文集力も若干あると、まあそういうところですね、あの若干じゃないですよ、知ってくださっていた方なので、ありがたいことにこれは、フランス版の直輸入に日本版のブックレットをつけるといういわゆる輸入国内版という体裁なんですが、その形で日本版の発売が進みまして、最初確か9月の発売だったのかな、本国が、それが 10月発売だったしか、それを日本は12月初旬の発売という形で、主に通販、それからあの大型レコード店で取り扱うという形で、ですがあのどこでも多分注文すればあの新品のレコード屋さんで買えたはずですけれども、その形で出ました。そのブックレットが、まあ、ただ白黒になっただけですけれども、これでありましてですね、中身はね全部日本語で、はい、で中身はそのナイル・ロジャーズの、まあ、まずは曲順とナイル・ロジャーズのエッセイの部分の、なんとかあの英語に詳しい友人を、にいろいろ聞いたりしながらなんとか、訳しました私が。その後は1曲ずつの解説をつけました。素晴らしい、全48曲だったかなの、1曲ずつの解説をつけましてですね、これはもう、まあ、何が嬉しいと言って真っ先に聞けるっていうのが嬉しかったんですが、まあ、でもまあ元々あの原版のフランス版を手に入れていたので、それでもう聞き倒していた頃だったので
改めて聞いたりいろいろともう一回調べ直したり、あと初めて聞くものがとにかく、いくつもあったので、そんなことにも少しずつ触れつつという全、28ページかな、全28ページのブックレットがつきまして、うん、ということで、確かお店によっては日本版の方が安かったと思います、ぐらいで、税込み価格4800円で出ていました。4万組4800円ですから、まあ、あの普通の感じになるかと思いますが、うん、そういうようなもので、しかもありがたいことにというかですね、うまいことにですね、これはあのまず輸入版が出た時点で、レコードコレクターズの雑誌の話になりますけれども、あの輸入版の紹介ページに載ったんですね。僕が書いたんじゃないんですが、でその後に日本版が出るという話がどうやら編集版に言ったようでありましてですね、で日本版が出た時もですね、まあ僕はこれ書いてる側なので書けないんですが、また別の方が書く形でですね、あの新譜紹介のページというか、あのアルバムのね、新着給付紹介というか、そこのページにですね2回載ったんですよ、これ。そうなかなか、ね、そんな感じで、あのちょっと嬉しかったんですけど、そのようなものがこれが2010年の年末に出ていますね。その後でしたね、大事件がちょっと、それでその後そのくらいの頃でも、あれワナから話が始まったのって年明けてからだっけ、うん、そうか、うん、でそうやってあの年末を、幸せな幸せな2010年の年末を迎えまして、で、ね、で年が明けるなりですね、割とすぐに、ナイル・ロジャーズが、急にインターネット上でですね、15日ぐらいでしたね、あのなんせ1月4日にミック・カーンが亡くなって、あそうか、ミック・カーン亡くなった直後か、あれうわーって思ってたら、うん、あのいきなりツイッターにナイルはガンですっていう話、ね、ガンだというのを公表しまして、闘病するのだということを始め、それをツイッターで発表して、それからガンの闘病ブログを始めるということで、うん、自ら の, あのオフィシャルウェブサイトの中にブログは、作る形でですね、ほぼ毎日というような形で一時は、ないがしかの記事を上げていました。あの闘病に関するものもあれば、普通に外の散歩をしていたら頭の中でこんな曲が流れてきたよっていう、ただそれだけのものもあったり、いろんな回があったんですが、そのがんの闘病ブログというのを始めて、みんなさすがに、心配をしまして、なんていうようなことをやっている時に、実は2011年ですよ、で2011年の4月というのは1996年の4月、武道館の JT 総合プロデュース武道館と大阪城ホールでやったあのコンサートから15年のタイミングなので、15周年ということで、日本でだけ編集版をコンピレーション版を出したいというのがナイル・ロジャーズ側から打診がワーナーミュージックジャパンにあったのだそうです。そこで、まあありがたいことに、そういうタイミングでもあったので、僕にも相談が来まして、編集版を作るっていうプロジェクトにありがたいことに参加できることになりました、はい、でそんなやり取りを、あの窓口はあの窓口の方とナイル・ロジャーズがやり取りをしている間にですね、加勢させる人物が必要だと、タカ子を呼べというそういうイメールがナイル・ロジャーズから届いたということでですね、宇都宮タカ子かっこ当時現宇都宮初音、つまりここにいらっしゃる方ですけれどもね、はいはい、で宇都宮さんも加勢させるというふうに、ありがたいことにナイル・ロジャーズから指名があったんですね。素晴らしい、そうそうすごい話やね。その前に実はちょっとね、うん、ナイルとのやり取りがあって、うん、それもあった、うん、そうなんですよ。そんなに私ね、それまでね頻繁にナイルとなんかこうやり取りをするってことはなかったんですよ、うんうんうん、まあなんかあのツイッターの DM で元気で、ね、元気ってこうお互いなんかちょっと言い合うぐらいだったんですけど、そのがんを、まあ発表してからですね、うん、いきなりあの連絡が来て、それも今までにありえない長文だーっと、でその長文の中に何が書かれていたかっていうとですね、まあちょっとがんになってしまったんで、ひょっとしたら俺はもうこのまんま死んでしまうかもしれない、なんかでもあのプロデューサーっていう仕事はね、その世に出るものではないので、やっぱりこう自分のね功績をなんとかして形にこう残しておきたい、なんかあのいいアイデアはないかっていうふうに連絡が来たんですよ、うんうん、でうわどうしよう、もうこんなのもう頼まれたらもう何が何でも顔は3枚でも4枚でも自分のハグしかねえなと思って、何でもやりますね、何でもやろうと思って、
でとにかくですね、知ってるところみんなにうわーって声をかけたんですよ。でまあ、たまたま映像関係だったりね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。でたまたまですね、そのテレビの制作会社で働いていた友人がいて、うん、でその友人を介してその制作会社の人が動いてくれることになったんですね、うんうん、でその打ち合わせにもちろんもうその時には行ってて、そうしたところになんかこう、こういうコンピレーションアルバムができるんだっていう話があって、でナイルはとりあえずじゃあもうあいつを入れてくれっていうのをワーナーの人にそれで話をしてくれたんだと思うんですよ。うんうんうん、熱が伝わりましたね。そうだったね、うんうん、その話だったね。そうなんです。そう、それでそのコンピレーションアルバムを作るという話になり、そうだから、そう宇津美さん来る前にも確か2人で僕だけが行くっていう形で何回かやり取りはね、うん、あったはずなんだよね。例えば1枚物で行くのか2枚物で行くのかとか、どういう構成で行くのかっていう大まかなところ、そうそう、そんな話をしてて、2枚にするとちょっと売れないかもなとかね、そんな話を会社側はしてってなところもやったりしている中で、それで宇津美さんが加勢することになり、で宇津美さんが動いているその映像のプロジェクトの方も具体的に本当に動き出すことになって、取材に飛んで ね、アメリカにその取材チームが、うん、行ってっていうようなことで、結局放送は BS だったんだっけ。 BS、 ワウワウで、ワウワウだ、はい、そうだ、ワウワウがね、うん、ちょうどその後ね、まあ、撮影の話が決まりました。で、まあ、どこでじゃあ放送してもらいましょうかっていうのはその時点では実は決まってなかったんですよ、うんうんうん、もう制作会社さんが自腹を切って、うん、自分たちでもうこれはどうしても撮るって言って、うん、でも熱い方だったんですよね、もう本当に。でも乗り出してくれて撮影動き出したんですけども、その後すぐ地震が、そう 3.11 がよしとなったら3月11日が来ちゃった。そうなんですよ。いや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 、そうなってくるともう世の中ね、全部は災害のニュースにもちろん時間を割くっていうことになるし、この音楽の番組を作っても流してくれるところはないよっていうことで、うん、さてこれは困った、どうしようと思ったら、その制作会社の人がワウワウにちょっと持って行ってみますって、そしたらもうワウワウさんがですね、よっしゃ乗ったって、もう本当に感謝ですね、うん。ただいま宇津美はねサングラスの向こうで涙泣いております。はい、もう軽くうるうるしておりますので、そんな状態でも本当にそうでね、うん、大体その3月10日の晩に会ってるんだよね。そうそう、実は前夜にそのワーナーの方と、まあ、打ち合わせ、うん、その後じゃこれでいきましょう宴っていう、そうそうそう、そういうふうにね、いろいろ騒いで、うん、そうそうそう、そんな話をして、よし頑張ろうっつって盛り上がって帰ったのが3月10日の夜のことだったんだよね。木曜日でしたね、それがね。木曜日、そう、あれが木曜日で、地震が金曜日で、金曜日、そうでしたけど、まあそんなことがあったら、で日本は日本でごたごたしだしたんだけれども、うん、そうしたらば今度はナイル・ロジャーズ側が今度は乗り出してきてくれたんですよね。うん、それは何かやれることはやるぞと、うんうんうん、でまず地震の直後に動画で日本のことを思っていると、君たちのことを心配しているということをナイロジャーズさん動画でメッセージを出したの、はいはいはい、かなり早かった方だと思う。いや早かった、世界的にミュージシャンとしてやったのは、うん、そんな風にまず動き出してくれて、で、4月に来日公演の予定がもうあったのを、その当時続々中止延期する人が多かった中、予定通りやって、でもメンバーも来るなり、みんなキャンセルしてるのによく来てくれたねって言ったら、いや俺はもう3月12日に来たい気分だったぐらいのことを言う人たちだったの。すごいなんかそういう熱い思いがなって、でナイル・ロジャーズのそのがんの闘病で手術をして、そこからずっと治っていく、うんうん、まずギター弾けるかどうかのところだから、4月後半の時点で、うんうん、やっぱちょっと辛そうでした ね、そう、もうそれ で初めて人前でギター弾くのが確か来日公演だったんでね、うん、そうなんそんなタイミングだったこともあって、で本人もすごく気合が心配と同時に気合もすごく入っている中での来日公演だったんで、なんかもう気持ちが
我々もそうだったし、バンド側もナイルもそうだったし、なんかすごく異常なテンションで迎えられた来日公演だった気がして、そう。でその映像チームは来日公演じゃないや、あのまず取材で、あの割とライブではなくて、その時ナイル・ロジャーズが、まあ、全体にどういう活動をしているのかっていうのと、あと特にナイル・ロジャーズがその時やっていたのはミュージカルのプロジェクトを進めようというものだったので、割とそれを中心に撮ってたんですけど、それがまあ来日公演となったらまたそれもあの許可をもらえて、ライブの模様も映すと、撮影をそのチームがするということになって、放送はライブの方、ライブが早かったんだよね。ライブの方が早かった、ね、その結果、そう、そのぐらいに、あのつまりはあのその何副産物的にあのもらえたライブの撮影っていう話の方が具体的にはあの撮影、あの放送は先になったっていう形で、まあ、あのあの時点でのあの時のライブの方、ね、映像がちゃんとの残って、放送されたというのはとっても良かったです、ね、うん、で今泉さん少し言いましたけど、まあ、特にナイルのギターの調子はどう考えても本調子じゃなかったし、もうバンドもみんなちょっとあのビクビクしながらやってる感じがあってでっていうのはあったんだけど、それでもね、初日がコットンクラブだ、そう、そう、コットンクラブで僕は別の場所にいたんですけど、ナイル・ロジャーズのマネージャーと隣り合って宇津木さんは見てた、そこでもうね、マネージャーとね、こう2人ね抱き合って、うわーって泣きながら見てた。なんかそんな風になる人じゃ ないんだよ普段、ね、だからね、あの時だけだね、あの後も思えばあの時だけだよね、っていうのはその人までそういう状態になってるんだと思ったら、ちょっとねやっぱり感極まるものは、あって、あんなことなかったな本当に結構ね割と仕事を淡々とこなすようなタイプで、なんかきついこと言う人なんですよ、そうまあそんだけねこう締めないとね、みんなこうバラバラになっちゃうからしょうがないんでしょうけどでももうドライな人だったんだね、ドライな人だったんだけど、もうなんか隣見たらうわって滝みたいに、そんな人がスライの映画に出てるっていう、そう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 その人その人その人冷静な人そうなんだ。でもなんかもう本当にもう生きててよかった、生きててくれてよかったって言いながらなんかこう泣いて見てたんで、どうなるか分かんなかったんだね周りもね、そうそう本当に心配してた、まあ、癌なんてそういうことですよ、でも本当に、ね、まああのナイル・ロジャーズの癌は前立腺の癌で、その後ずっとあの定期的に検診を受けていて、もう何年も、キャンサーフリーだと、自分はということを、言い続けている状態なのでですね、よかったね。一回なんだっけ、どこだっけ、2年前にどっかのが見つかったんだよね、かな、腎臓がなどっちゃったっけ、どうだっけ、なんかあったよね、なんかあったね、なんかね、そうで、それなのにその時も日本にいたのよすげえ、なんなんだそれいや、あのデュランデュランと一緒に来日した時にすでにその状態だったらしいんだけど、まあ帰国してからね、あの手術を受けるっていうことになっていたらしく、